ベストビヒベストビヒは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、アルンスベルク行政管区のホーホザワーラント郡に属す、町村である。町域の多くの部分が広大な自然、景観保護地区に指定されている。ノルトベストファーレン州で、最高の自然滝プレスタールッケは、同盟の自然保護地区内に位置している。ルール川沿イアルンスベルクの森の辺縁部に位置する、この町は、 14世紀にはメッシェデ修道院の農園とグラーフシャフト修道院の農園がある小集楽であった。オーベラールールタール鉄道の駅建設後、19世紀後半にこの小集楽は鉄道庁に発展した。さらに当時リンソ村ンであったラムスベックの工業によって人口が増加した。ベストビヒは1975年のノルトベストファー練習の市町村再編によって、 現在の姿となった。これにより、商業や工業を主体とする、町村が農業を主体とする町と合併した。ベストビヒは、ホーホザワーラント軍北部、西の飯で、東のブリーロン及びウルスベルク、南のシュマレンベルクの間に位置している。最高地点は、バステンベルク、最低地点は、ルールタールの海抜280メートル地点である。エルペ川と、 バルメ川で隔てられた高地の最高峰は、海抜731.5メートルのシュテュッペル山で、ある。ベストビヒは、ラインシーファー山地の北端に位置している。ラムスベッカー高地の山並みと南のシュルフテンが、ロタール山地の北縁を形成している。地質学的構造は、石炭機やデボン機の堆積岩からなっている。 デボン期中期に形成された粘岩や砂岩は北に向かうにつれ、より新しい堆積岩に変わる。北部のアルンスベルクの森自然公園は、最高500メートルの高さがある。ここでは、ペンシルバニアンの粘岩、シルト、砂岩が主体である。これらは一部が深く風化されており、ロームの表土で覆われている。長域は、概ね3つの異なる自然地域で構成されている。 町の北部はアルンスベルクの森に属す。この部分は主に林業に利用されている。森の2、3は針葉樹からなる。湿地、小宅地があり何本かの小川が湧き出している。町域の中部はルールタールとその周辺部である。ここには密集した住宅地が並んでいる。かつて農業に利用されていた麓の土地もここに含まれる。南は 様々な目的に利用されている地域に接しており、これがバステンベルク、デルンベルク、シュテュッペルのふもとにまで広がっている。山頂の高度は500メートルまでである。その間に幅の広い氷河国があり、一部が農業に利用されている。町域南部はホホザウアーラントの山境地域北縁部である。ここではデルンベルク、バステンベルク、 シュティッペルといった山の山頂は700メートルに達する。この山地にはバルメ川やその支流が刻んだ深い谷もある。大きな高度差のため、ここではかつてほとんど農業に利用されなかった。町域は北のアルンスベルクの森から南のバルメ川上流域まで約16キロメートルにわたって広がっている。東西は西のベールスタペルから東のビッケまで7キロメートルである。 両集落はベストビヒに含まれない。総面積は69.48平方キロメートルで、このうち4.67平方キロメートルが住宅地または産業用地である。住宅地や交通用地を除いた自由地59.86平方キロメートルのうち42.59平方キロメートルが森林16.34平方キロメートルが 農業用地である。自由地比率86.2%は、州の平均77.1%を上回る。森林比率61.3%も、同様に、州平均を上回っている。ベスト比比は、北西から時計回りに、以下の市町村と境を接する、バールシュタイン、リューテン、オルスベルク、シュマレンベルク、メシェで。自治体としてのベスト比比は、ベルメで、 ヌットラー、オストビヒ、ヘリングハウゼン、ラムスベック、アンドレアスベルクの6地区に属す17集落で構成されているベストビヒは典型的な中ビク山地気候であり、ベストファーレン南東部に位置することにより、主に海洋性気候から大陸性気候への変異地域にあたる。夏は乾燥して暑いが、時には湿潤で涼しい場合もある。 冬は最低気温摂氏20度以下にまで冷え込む。ヌットラーにおける1961年から1991年の平均年間降水量は1065.9ミ、mm、リメートルであった。ベレダ洞窟、ヘリングハウゼン近郊の考古学的発掘調査で、青銅器時代のベルメーデ近郊のベレダ洞窟からは、鉄器時代の古い定住跡が見つかっている。中世初期のは、 小集落と単独の農場からなっていた。交通の便が良い立地であることから、ベルメーでは、ケルン大司教によって、キルヒシュピールの中心地として建設された。アルベルト・ケヘムベルクは、ベルメーデ教区を、この地域のキリスト教家を始めた、最初の布教教区であるとみなしている。10世紀にこの集落がおおむね6つの農場から、なっていたことがわかっている。 ベネディクト会のグラーフシャフト修道院の寄付記録には、ヌットラー集落とベルメーデ集落が1072年に初めて記録されている。バルメ側がルール側に合流する地点に位置するベストビヒは、メシェデ修道院の農園とグラーフシャフト修道院の農場から14世紀に形成された。グラーフシャフト修道院は、旧帝国の終わりまでベルメーデの司祭を選任していた。この地域は、 ベルメイで自由白領を形成し、アルンスベルク近郊を本拠地とする、リューデンベルク家に属していた。1296年に、アルンスベルク薄ルートビヒが、この自由白領の半分を手に入れた。他の半分は、バルデック白領となった。1368年からこの地域は、ケルン選定校のベストファーレン公領となった。ラムスベック地域では、中世世紀あるいは、 中世後期から工業が営まれていた。紀元前1500年頃からすでに再工が行われていたという、1936年から唱えられている説には裏付けがない。異常に狭くて高さ1.30メートルしかないベネティアナー港が身長の低いイリュリア人によって屈作されたというのは伝説に過ぎない。工業は1518年に初めて文献で裏付けられている。 ラムスベックは1559年に採掘自由権を与えられた。スレート採掘の始まりは明らかでない。いずれにしても18世紀にヌットラーでの業績が農家の副業として成功していることが公然と記されている。このためスレートの採掘権を有していたアントフェルト家の所有者が締め付けを強化し1727年に 帝国最高法院で競合者と裁判を争った。1759年、現在のベストビ比の大部分を含むベルメーで裁判所管区には、突起するほどでない貴族家や修道院の所領があった。完全自作能は35件で全体の14%であった。ハルプバウアーはこれよりも少ない23件であった。ケッターの数はかなり多くて63件であった。 最大のグループは農地を持たない、古作農で129件であった。現在のベストビ費の町域では、19世紀に2回の発展があった。一つは、オーベレルールタール鉄道による鉄道網への接続である。このザウアーラントにとって、重要な鉄道駅は1870年から建設が行われ、特に町の鉄道業務において、多くの職場を提供した。 この鉄道によって、町の、特に、ベストビヒ集落地震の人口は大きく増加した。1864年には、わずか44人だった人口は、鉄道長となった1905年には625人に、増加した。二つ目は、初めは、ラムスベッカー共同鉱山会社。1850年代以降は鉱山、鉛、 アエン製造株式会社による名りアエン採掘の拡大であった。この会社は数十年間にわたって、現在の方法ザウアーラント群で最大の企業であった。こうした二つの発展は、現在のベストビヒの長域をオーベレスザウアーラントの他の部分から分離することとなった。現在の長域の多くの部分は、農村ではなく、労働者の住民が多数である。かつて、 ケルン選定工業であったザウアーラントで主流の農業、産業混合経済とは別にラムスベックやアンドレアスベルクの鉱山労働者はほとんど土地を有していなかった。自分の家も持たず鉱山会社の社宅に住んだ。1850年代に形成された鉱山集落がベストファーレンで最初のものであった。ラムスベッカー鉱山で 特徴的なのは劣悪な健康条件であった。原因について当時の専門家は意見を統一できていないのだが、1886年から1888年のラムスベッカー地区の全死亡者の50%が高不特有の疾患に起因することを突き止めた。状況は20世紀に入るまでほとんど変わらなかった。ほとんどの鉱山労働者は35歳から40歳で、 疲弊し、その多くが数年後に死亡した。鉱山労働者の高い死亡率のため、ラムスベッカー地区の村落は、未亡人村とも呼ばれた。この地域では、比較的古くから、社会葬儀が起こっていた。最初のストライキは、集落建設直後に行われた。その後数十年間事件は起こらなかったが、1889年の、 ルール地方での大規模な鉱山労働者のストライキがラムスベッカー地区にも波及した。ラムスベッカー地区の鉱山労働者は1897年にルール地方以外では最初のキリスト教交付連合の地方グループを結成した。第一次世界大戦開戦後やバイマル共和成果での経済危機も深刻な結果をもたらした。ラムスベッカー地区は 世界恐慌のために貧困地区となった。一部では政治的過激主義と結びついた。交付の集落であったアンドレアスベルクでは1932年のプロイセン州議会選挙で30%が KPD に投票した。これは当時のアルンスベルク軍、メシェデ軍、ブリーロン軍では他と隔絶した高い支持率であった。ベストビヒでは KPD の他に NSTP もその後の地方を固めた。1933年1月20日にオストビヒで地域グループが結成された。アムトベストビヒ出身の突撃隊員はフライエノールでの共産主義者との暴力的対立に参加した。アムトベストビヒではバイマル共和制の終焉まで中央党が第一党であった。 1932年の2度目の国会議員選挙で中央党は3082票を獲得した。2番目の勢力は KPD で785票、3番目に NSTP が637票で続いた。スピードは276票で重要性を大きく減じた。他の政党はさらに深刻であった。1933年の選挙では、 スピードは231票、KPD は582票を失った。右翼政党と左翼政党が脅かされる中、中央党は勝利を収め、3224票を獲得した。NSTP も979票を得て強大化した。アムト長、バルター・シュパンゲンベルクは、共和制末期に公然と、国家社会主義とドイツ国に反対することを表明した。 国家社会主義支配が始まった直後、彼は解任された。アムト内の市町村でも中央党員が国家社会主義者に交代させられた。少数の何人かは抵抗した。その中には共産主義志向の白りであったオストビヒのフリードリヒノルが含まれる。彼は1939年にドルトムントの刑務所でゲシュタポによって殺害された。 国家社会主義者の著名な人物として、オストビヒ生まれで、後にハンナチス運動家に転じた、ルニンク男爵フェルディナントがいた。彼は、1933年にフランツ・フォン・パーペンの仲介で、アドルフ・ヒトラーにより、ベストファー練習のオーバープレジデントに任命された。1944年7月20日に失敗した暗殺計画後、ルニンクは、 ベストビヒ近郊のオストビヒ邸に拘禁され、11月14日にプレッツェン税刑務所で処刑された。第二次世界大戦中、1942年にベストビヒの鉄道で少なくとも一軍のユダヤ人強制労働者が働かされていた。1889年に建設されたベストビヒの福音主義協会が、1945年3月5日の 空襲で完全に破壊された。1945年4月7日、あらかじめ砲撃されていた街をアメリカ軍が占領したことでベストビヒにおける第二次世界大戦は終結した。新軍の際、アルフェルト地区に侵攻した軍隊が連邦道 B7 号線のルール側の橋を爆破した。1945年以後、カトリックのクリスト系に非教会と福音主義教会が 新たに建設された。福音主義の聖十字架協会の剣道は1952年12月7日に行われた。1967年初め、カール・フォンベントは、エルペ川の谷のゲベリングハウゼン近郊に自動車レースコースザウアーラントリング建設を計画した。ベストビヒのアムト当局はこのプロジェクトの資本金に1万ドイツマルクを拠出した。 しかしこの計画は、州当局からの抗議で挫折した。その2年後に、新しい学校制度に従い、町域内に国民学校が開校した。この学校は、基礎家庭学校と本家庭学校からなっていた。その後、オストビヒ地区に学校センターが建設された。この学校センターは1977年8月に、使用可能となった。 1970年代から1980年代に上下水道の拡充がなされた。町村再編後、1975年から1980年までラムスベックとアンドレアスベルクの中心街整備がなされ、その後1990年までベストビヒの整備が行われた。新しい町役場は1994年に建設された。ベストビヒは、 ノルトライン・ベェスト・ファーレンの市町村再編に伴い1975年1月1日に成立した。当時独立した町村であったクリムリングハウゼン、ヘリングハウゼン、ヌットラー、オストビヒ、ラムスベック、フェルメーでは、わずかな例外部分以外は、新たな自治体ベストビヒの一部として合併した。アントフェルト、ゲベリングハウゼン、エルペ、ベーデフェルトイコールラント、ブラベッケ、 エーハーソベルクのそれぞれ一部も合併した。アムトベストビヒは廃止された。ベストビヒのカトリック教会、クリスト系に非教会ベストビヒの福音主義教会現在の長域の住民は、19世紀になるまでは、ほぼ完全にカトリック信者であった。これはこの地がケルン選定公領ザウアーラントに属していたためである。19世紀になると、 他の宗教の信者が数字に現れるようになった。ユダヤ系住民はメシェでのシナゴーフ管カカツクに属した。ザクセン地方やエルツ山地からの交付の流入により、ラムスベック・アンドレアスベルクでは1855年に福音主義協会が成立した。ベストビヒでは1870年代の鉄道開通が福音主義協会成立につながった。福音主義協会は、 第二次世界大戦の最終盤に空爆によって破壊された。1950年代まではバラックが緊急の教会として利用された。新たな福音主義教会の礎石は1951年に据えられた。やがて旧ドイツ東部領土から追放された人々や難民で福音主義教会は信者数1700人に拡大した。現在、 ベストビヒ住人の70%が、カトリック12、12%が、福音主義18、18%が、その他の宗教の信者、または無宗教である。ベストビヒでは、ベルク修道院内に、聖マリア・マグダレーナ・ポステルシ妹団の支部がある。1969年から2003年までの間、この修道院はドイツにおける、当該団体の本部であった。アンドレアスベルク、ベストビヒ。 ヘリングハウゼン、ヌットラー、オストビヒ、ラムスベック、ベルメーデのカトリック教会は、ルールワルシボク連合に属している。アンドレアスベルク、ラムスベックとベストビヒの2つの福音主義教会は、アルンスベルク教会クライスに属している。ラムスベックには、家にイダミモスクがある。長域の一部は、時折人口流入の人気のターゲットとなった。 これは1850年代の鉱山ブームの時代に顕著であった。しかし、第二次世界大戦後も鉱山は数多くの労働者の移住を招いた。外国人比率は軍平均よりも高い11.8%である。人口が同程度の都市での平均値は7.7%、候ホザワーラント軍全体では8.0%である。ノルトベストファー練習全体では 本市と同地の11.8%である。1990年代の終わりまでベストビー比は平均以上の人口増加率を示していたが、1997年以降変化した。人口は、ホーホザウアーラント軍全域よりも大きく減少している。20世紀末以後、ホーホザウアーラント軍では、ハレンベルクと並んで大きな人口流出を示している。軍内の移住先は、 中心都市のメッシで、ブリーロン、アルンソベルクである。これらは人気の通勤先でもある。人口統計学上の推移を考慮すると2020年までに人口はマイナス6.04%と推定されている。これは、ホーホザウアーラント軍の平均や、ノルトベストファーレン州の平均よりも大きな人口喪失予想値である。ベストビ比。 町役場ベスト B ヒの町議会は26議席からなる。町長々、ゲマインデディレクターズ柄、銀字に青いアンドレアス十字解説、紋章のアンドレアス十字は、ベルメーデの教区教会の守護聖人である聖アンドレを表している。配色の銀と青は、かつてアルンスベルク博に帰属していたことを示している。公的な認可は1977年2月25日に得られた。 ベストビヒは以下の自治体と姉妹関係にある姉妹自治体ニーダービーザとの友好関係は1990年代初め自治体ニーダービーザ建設時のベストビヒの協力によって成立した。ニーダーオールシェルとの友好関係も同じく1990年に遡る。当時ニーダーオールシェルのセマリエン教会合唱団とベストビヒベルメイの合唱団が交流し、 相互訪問を行った。文化イベントには様々なスペースが利用される。町役場の町民ホールは照明装置を備えた舞台を使うことができ、400席の観客席を有している。朗読会、展覧会、音楽公演のような小さなイベントは、町役場のロビーや交流室、貯蓄銀行の芸術ホール、ドロステヨージ樹園の温室、ラムスベックのユンケルン豊富の 交流スペースで開催される。音楽コンサートやキャバレーのための勝負隊がベルメーデにある。ベルク修道院の3位一体協会もイベントに利用される。1989年から無給で運営されているクラブクルトゥールプーアがあらゆる種類の文化イベントを組織している。2004年には5歳から55歳まで 約20人のメンバーからなる自前の演劇グループで UV ライトを使ったブラックライトシアターを復活させた。ラムスベックの鉱山博物館かつてのラムスベック工業の工場は鉱山博物館となっている。展示品を見学するだけでなく、校内に入って見学することもできる。ラムスベック旧穀物水車町内には66件の記念建造物がある。 ラムスベック級穀物水車は1810年に建造され、かつては3基の水車と粉砕装置を有していた。これはベストファーレンリッペに固有の様式である。この水車技術はおそらく1860年頃に成立した。この水車では1958年に閉鎖されるまで粉引きが行われていた。この水車は1983年に保護文化財に、 指定された。オストビヒ地区のオストビヒ館は15世紀に、騎士の上官に改築された。この建物は、霊園物件として早くも1200年に、メッシェで修道院の文献に記載されている。1670年に3階建ての領主館に改築された、この建物は現在個人の所有となっている。2001年に、シュトゥッペル山のホルトファンアーベントイアーラント内に、 この施設の運営者と移動体通信業者によって、シュテュッペル塔と呼ばれる、高さ57メートルの鉄塔が建設された。この塔は2001年4月29日にオープンした。高さ30メートルの展望台からは、周辺のザウアーラントを一望できる。この塔は、移動体通信ネットワークのステーションとして、利用されている。2008年5月20日にベストビヒの長域に対する、 警官保護計画が策定された。この計画では、建物が建っている集落や建設計画の適用範囲以外の土地を、自然保護区などの行為の保護状態に置かれていない限り、警官保護区に指定している。警官保護区は、タイプ A、B、C にランク分けされ、これに応じて、自然保護に関する異なる対応がなされる。景観保護地区タイプ A、一般的景観保護区では、 建物の建設が禁止されている。タイプ B、集落周辺及び景観的特徴地区では、さらに、クリスマスツリー栽培地の造営を含め、追加の植林が禁止されている。タイプ C、水辺の草地及び重要な緑地では、緑地や休校地の転用が禁止されている。町内のタイプ A の景観保護区は広いベスト尾比景観保護区だけで、 広さは4912.1ヘクタールである。タイプ B は10箇所で、それぞれ6.5ヘクタールから20.9ヘクタールの広さがあり、合計633.3ヘクタールである。タイプ C は6箇所で、4.9ヘクタールから49.7ヘクタール、合計101.7ヘクタールが指定されている。町域の北部は、ルール側からアルンスベルクの森自然公園に、 属しているプレスターレッケ滝自然保護区は様々な広さのものが合計32箇所442ヘクタール指定されている。NSG プレスターレッケアを踏む切符にはプレスターレッケ滝がある。この滝は高さ約20メートルのノルトベストファーレン州で最も高い滝である。レルメクケタール、ルールタール、ラムスベック近郊の鉱山跡、 オルスベルクやウェストビーヒ近郊の洞窟と坑道、エルプ近郊の山海の森は少なくともその一部が欧州保護司令に指定されている。この広大ないくつかの部分からなる FFH 地域は自然保護区やその他の保護カテゴリーに指定された地域の多くを含んでいる。プレスターレッケだけは FFH 地域、エルプ近郊の山海の森に含まれる。ここは 数多くの珍しい植物の群生地となっている。FFH 地域、ラムスベック近郊の鉱山跡には、重金属の多いボタ山に適合した苔、地衣類、植物からなる、極めて珍しい重金属集積植物群生地がある。10ヶ所の部分地域からなる FFH 地域、オルスベルク及びベストビーヒ近郊の洞窟と行動は、ベレダ洞窟を、 はじめ10の洞窟及び行動を含んでいる。これらの洞窟や行動は、コウモリの越冬地となっている。それぞれに50匹から100匹のオホーヒゲコウモリや、ヌマホーヒゲコウモリがいるが、その数が毎年わずかながら変動することは注目される。ヌマホーヒゲコウモリは、オランダからザウアーラントに来て越冬する。ベレダ洞窟は、ノルトライン・ベスト・ファーレン州で、 唯一の北首はコウモリの永続的な映装地である。北首はコウモリのノルトベストファー練習における中心的な生息地がこの保護地区である。町域には25カ所25.5ヘクタールの保護系観光生物134カ所約151ヘクタールの保護されたビオトープ13件の自然文化財がある。 自然文化財のうち6件が古木あるは注目すべき、樹木群で他の7件が岩でありその合計面積は5.87ヘクタールである。保護系観光生物に指定された土地には、同時に地学文化財としても保護されているベネティアナー行動も含まれている。これ以外の地学文化財には NSG にも指定されているベレダ洞窟、シュリンクジーペンコプフの墓地がある。 ベストビヒには、鍋講、ワシミミズク、赤飛びといった大型鳥類も飛来する。ベストビヒには、6つのスポーツグラウンド、5つの体育館、5つのテニスコート、2つのビーチバレー施設、1つの室内プール、22のスポーツクラブが存在する。バッサーファルチックでは、レジャーパーク、ホルトファンが、アンカーリフトや、チェアリフトを運営している。域には、 広域遊歩道、アステンベイクが通っている。ベストビガーパノラマベイクは、ベストビヒレジャー地域の高台を通っている。ルールタール自転車道もベストビヒを通っている。ヌットラーでは1965年から1984年まで、ドイツで最も重要な山岳自転車レースの一つである、アダック・ザウ・アーラントベルク・プライスが開催されていた。2010年からは、 アダック・ザウアーラント・ベルク・プライス・ヒストリックとして再開されたアルンス・ベルクからベスト・ビヒを経由してオルス・ベルクでブルーフ・ハウザー・シュタイネに向かうフリードリヒ・ビルヘルム・グリムベイクが通っている多くの地区で毎年射撃祭が開催される射肉祭もいくつかの地区で祝われる射肉祭のパレードはヘディング・ハウゼンでのみ開催されるベスト・ビヒの夏の文化祭 クルトゥール・プーアは1989年から開催されている。1997年に結成されたジールマンイコールネイチャーイコールレンジャーイコールチームベストビヒよって2003年から定期的にフレーダーマウスサファリがオストビヒ地区を起点として行われている。短い散策の後、ミオ、だが邪魔をするなのモットーに従ってコウモリに関する生き生きとした知識を得ることができる。 19世紀以降、特にラムスベックやアンドレアスベルクでは、農林業の他に工業が重要な役割を演じていた。ヌットラーは19世紀にスレート採掘が大きく発展した。ヌットラーの伝統的企業は、2005年までは、ガンツアルター・シュナイガーという商標の上流種、製造であった。この酒は今でも存在しているが、この集落で生産されていない。 ベストビヒ自身では、鉄道の保守工場がとても重要であった。ルールタール鉄道の経営者である、ベルギシュメルキシェ鉄道会社は、1873年にベストビヒに、機関車駅を建設した。この保守工場は1918年に拡張され、1924年に、業務を開始した。1968年以降、ハーゲン保守工場の分、工場となり、 1982年に、その重要性は失われた。転車台や線形車庫の屋根は撤去された。長距離列車の他に、ベンヒエンと呼ばれた750ミリメートルの狂気鉄道があった。この鉄道は、ラムスベックからベストビーヒまで運行されていた。路線は、ベストビーヒ駅からバルメ川沿いに、ヘリングハウゼンを通って、ラムスベックに至っていた。 この鉄道は1952年に廃線となり、軌道施設は撤去された。ラムスベックにおける最高は1974年に、鉄道保守工場は1981年に閉鎖された。スレート採掘は1984年に終了した。ベストビヒにはこの他にも多くの鉱山が存在していた。特に乗り物の製造や鋳造業の中小企業が存在することで、 職場の創出はある程度阻止された。この町で最大の雇用者が1974年に創設されたホンゼルと WC ヘラエウスの合弁会社でシタンアルミニウム合金製品を製造するキタール社である。この会社は1980年から隣のメシェでイコールベールスタペルにエムブッシュエジーの子会社を設立した。アルフェルト地区とベルメーデ地区に r w e の G の流れ込み式、水力発電所が2つある。2002年、この町には2891人の社会保険支払い義務のある労働者が働いていた。従事者が最も多かったのは加工業であった。サービス業には772人、商業には319人が従事していた。かつて重要だった交通部門は2002年には 約100人が属すだけであった。ベスト備ヒには、ホルトファンといった地域を超えて知られている、レジャー施設があるにもかかわらず、観光業の重要性は限定的である。人口1000人あたりの年間宿泊数は9167泊である。これは、ノルトラインベストファー練習の平均よりもかなり多いが、ホーホザウアーラント軍の平均やシュマレンベルクの値に比べると少ない。 建設中のタールブリュッケ・ヌットラー道路、ベストビヒは、連邦道 B7 号線及び修道 L776 号線沿いに一致している。連邦アウトバーン A46 号線のアルンスベルク、ベストビヒ区間は現在ベルメーデ地区が終点となっている。A46 号線の東側、ブリーロン、ゲッティンゲン方面の延伸工事は2009年末に始まった。ベルメーデと ヌットラーとの間の 6km の区間は2015年までに完成する予定である。新しいアウトバーンの区間のうち 2.5km 以上が橋梁上を通っている。タールブリュッケヌットラーは全長 660m でノルドベストファーレン州で最長であるばかりか、谷からの高さ 115m も同州で最高である。 地方バスが周辺都市との間を定期的に運行している。ベストビヒ駅鉄道、公共旅客交通駅は2つの路線の乗り換え駅として重要であった。オーベラールールタール鉄道には、ザウアーラントイコールエクスプレスが、ヴィンターベルクに向かうヌットラー・フランケンベルク線には、トルトムントザウアーラントイコールエクスプレス、ジートリングハウゼン・ヴィンターベルクが運行している。 1980年代初めまでベストビーヒには、線形庫や転写台を有する鉄道保守工場があった。この工場は1982年5月1日に、ハーゲン鉄道保守工場の分工場となり、その後完全に閉鎖された。この施設の貯水塔と給水塔は、ほぼ文化財に指定されている。ベストビーヒ町では、公共の旅客交通は、 主に三つの地方バス路線によって結ばれている。この路線はいくつかの地区を互いに結び、周辺市町村に通じている。さらに二つのコミュニティバス路線、一つのデマンドバス路線、一つの夜行バス路線が利用できる。ベストビヒ町のバス路線は以下の通りである。航空もよりの交通空港はドルトムント空港とパーダーボルン、リップシュタット空港である。メディアベストビヒでは、 地方面を有する日刊誌として、ワスメディアグループに属すベストファーレンポストとベストフェリシェルントシャウが刊行されている。この他に水曜日と日曜日にフリーペーパーザウアーラントクリアが刊行されている。ローカルラジオではラジオザウアーラントがメッシェで送信所経由で放送を行っている。ベストビヒ学校センターこの町の各地区には合わせて9園の幼稚園または 託児書がある。ベルメでデ、ラムスベック、ヌットラーには基礎家庭学校がある。オストビヒ地区のベストビヒ学校センターは、町立の本家庭学校と実家学校からなる。オストビヒには、学習に重点を置いた養護学校もある。セマリア・マグダレーナ・ポステル姉妹団は、ベルク・クロスター職業補修高等専門学校や、療養職従事者のための教育アカデミーを、 運営している。ホーホザワーラント市民大学はベストビヒにも教育課程を設けている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。